背景です。今回は西口新監督が野手の補強を示唆ということでですね、今回はね、西口新監督、周期練習がね、昨日からスタートしたということなんですけれども、ちょっとねこう野手の補強面に関してね言及したということで、そのことについて話していきたいと思います。はい、それではですね、西口新監督が野手の補強について言及ということで話していきたいと思います。まずは記事の方から読んでいきます。新指揮官にとって船出の場を迎え来季に向けた補強戦略に言及。迫るドラフト3位候補の選手獲得について球団側とお話はちょこちょこしています。どちらかというと皆さんもご覧の通り野手の方がちょっと手薄かなという感じはするんでと思いの丈を述べたということでですね、このようにね西口監督が球団側とね、ご来季の補強選手獲得ってところに向けて、話をしているということになっております。やはりね、ライオンズはね、もう得点力がリーグ最下位ということで、とにかく本当にこう、攻撃の部分で、今シーズンはかなり苦しみましたし、それがもうはっきり言って、これだけの低迷につながってしまったと言っても過言ではありません。その中でやっぱりこのオフね、どういった野手の補強をしていくのかというところが非常に大事になってくるかなというふうに思いますが、主なね補強に関しては、こんな感じですよね。まずドラフトがあって、あとは助っ人 FA 戦力外の獲得、現役ドラフトトレードというところですよね。ドラフトと現役ドラフトに関してはね、これは絶対に行われることですし、何かしらのね上積みあるかなというふうに思うんですけれども、まずねやっぱりもう直近ね1週間後に迫っているドラフトですよね。おそらくね、今回のドラフトに関しては、昨年はねかなり投手に偏ったドラフトになっていましたから、今年はね野手に偏った野手中心のドラフトになっていくんじゃないかなというふうには思いますね。全野手ってことはねさすがにないと思いますけれども、上位のね1位2位ぐらいまではねさすがに野手でいくんじゃないかなというふうに思いますし、母数としても野手の方が多めにはなってくるんじゃないかなというふうには思います。で続いてやっぱり助っ人ですよね。助っ人に関してはね、レイエスを獲得調査しているという報道はね、一応ね、出てはいるんですけれども、アギラがね、残留するのかどうかとかね、こういった部分関わってくるんですが、やっぱりね、この野手ってところを考えると、この助っ人はね、非常に僕大事になってくるんですよね。もちろんね、助っ人頼みのチームはね、良くないというか、理想はね、やっぱりこう、若い選手がね、育ってきて、強いチームを作っていくっていうのが、理想だと思ったけれども、もちろんね、そこもね、やっていってほしい部分ではありますが、やはりこうね、ライオンズ、やっぱりね、上位進出とこう狙っていくのであれば、この助っ人野手の働きっていうところはね、とても大事になってくるんじゃないかなというふうには思います。で、ここら辺がね、また今後どういうふうになっていくのかというところ。で、あとはね、やっぱ FA ですよね。正直言ってここに関してはね、現実的な部分はないですけれども、阪神の大山選手だったりとか、ジャイアンツの大城選手、DeNA の佐野選手らね、結構ある程度のね、こう打力を持っている選手たちが今シーズンね、FA 権を取得しているということになっております。これらの選手がね、行使するのかどうかってところに関してはね、まだ本当にシーズンしっかり終わってからじゃないと、わかんない部分にはなるんですけれども、大山選手に関してはね、FA に関して10校というふうになっていて、まだ残留決まっているわけではないですし、大城選手、佐野選手あたりもね、どうなってくるのかというところ、高齢の選手が行使した時にその獲得に動くのかどうかっていうところも、気になってくる部分なのかなというふうには思います。あとは戦力外でね、誰か拾ったりするのか、現役ドラフトでも野手か投手どちらを取るのか、あるいはね、トレードを誰かね、ピッチャー出して野手獲得なんてこともね、あるかもしれないですけれども、結局ね、やっぱりこう、大きなね、上積みをね、していくっていうところを考えると、ドラフトっていうのはどちらかというとね、こう直近の課題を埋めるっていうよりかは、割とこうね、将来的な、長期的な視点を持って、選手を獲得するイベントになりますから、ドラフトはね、こう、なかなかすぐ来年の戦力っていうのは難しいかもしれないですけど、やっぱりね、来年ね、こう、ある程度上積みをしていくってなったら、やっぱ助っ人だったりとか FA 補強っていうところがね、非常に大事になってくるのではないかなというふうには思います。ここら辺で、ね、ライオンズのフロントがこのオフ、どういうふうに動いていくのかっていうところ、野手が手薄っていうところがありますから、こういったね、大きなね、補強っていうところに動いていくのかどうか、注目をしてね、見ていきましょう。以上です。はい、今日もありがとうございました。普段はですね、ライオンズの分析や解説、考察、そして最新情報などの動画アップしております。皆さんのチャンネル登録、そして高評価がね、僕の励みになりますので、よろしくお願いいたします。今日も最後までご視聴ありがとうございました。